はい、どうも B レジェンド鍵谷です。本日はですね、 B レジェンドのいいところ15選ということでですね、ご紹介していきたいなと思います。まあ、B レジェンドね、もう皆さんに愛されて非常にねご好評いただいているプロテインなんですけれども、まあ、B レジェンドのいいところをねまた改めてちょっとご紹介していきたいなと思います。まあ、こういう形でねございますよ。で、まあ皆さん B レジェンドといえば何が特徴ですかね。あれダジャレ、いやそっちじゃなくてね、あのやっぱ味ですよ、味ね。まず最初 B レジェンドのいいところ一つ目、味が美味しいね。やっぱりこうね、味にこだわってます。非常にね、工場とももうだいぶね往復してやり取りしてサンプリングして、もうスタッフが飲んだりお客さんに飲んでもらったりしながらですね、かなりのサンプリングをしてベストのね味を追求しようと思ってねやってます。まずはもう本当にフレーバーのね数もたくさんあります。そして、どれも美味しいと思うのでね、皆さんまずその美味しいというところが最初のポイントでございます。そして、B レジェンドのいいところ2つ目、でこれですね、品質でございます。品質でやっぱりね、この口に入れるものですしね、食べ物飲み物ですから、やはりこの安全性とかね品質っていうのはもう非常に高いレベルをキープしないとダメだと思います。やっぱりそのあたりはまあやっぱり我々ねこう日本人気質なのか、やっぱまあ真面目ですよね。自分で言うのもなんですけど、結構ねバカがつくぐらい真面目だよなって自分でも思ってます。やっぱりね、そのバカ真面目、クソ真面目とも言いますけど、バカ真面目でやるっていうのはねいいんじゃないかなと思います。で例えばこのホエーのね原料なんか見てもですね、まあ、グラスフェッドって言われる牧草、ね、牛っていうのはもちろん牛のお乳からできてるわけですね。ホエープロテイン、ホエーっていうのはね、で牛のお乳、その牛は何を食べてるのかっていうと、飼料っていうケースもあれば、あとグラス、芝を食べるっていうケースもあるんですよね。そしてメインで使ってるのはもうほぼ大半がグラスフェッド。牛は狭い牛舎でストレスがあるところで飼われたものじゃなくて、放牧されてもう生えてる草を食べてね食べた牛です。でもちろんその牛の草の安全性ももちろん基準達成、ちゃんとクリアできてますしね、OK です。そして一部ね飼料、まあ、コーンとかね、ああいったものを使ってるパウダーを使ってるものも一部あるんですけれども、それもね、大体普通そういう牛の飼料っていうのはコーンとかも、まあ、遺伝子組み換えをすることで大量に作って、まあ、餌代をね安く抑えるためにそういう加工をするのが大体普通なんですよ。なんですけど、うちが使ってる製品はですね、全部そのノン GMO 遺伝子組み換えの飼料は食べていない。そしてその牛自体も遺伝子組み換えのものはもう何も含まれていないということがですね、世界でこう検査が出てですね、安全だということが証明されてますので、まあそのあたりもね、ご安心いただけるんじゃないかなと思います。でまたそのノン GMO ね、遺伝子組み換えでないということで、遺伝子組み換えでない、穀物を食べたりですね、牛自体も遺伝子組み換えは全然こうないということが、安全性が認められた、牛から出たお乳で作られてます。はい、品質、まあ他にも品質のいいところといっぱいあるんですけどね。そして3つ目、まあ、溶けがいいですよね。まあ、確かにね、最近ね冷たい水でやって溶けが悪いとかね、そういうのも出てきたりしてるんですけど、まあ、比較的他社さんと比べて、まあ、他社さんのこと、まあ、引き合いに出したくないんですけど、いいんじゃないかなと思います。だけどやっぱり未だにね、もっと溶けよくなんねえかなって思ってるので、まあ、これはまあ開発をさらにね繰り返してやってます。はい、で続けて、4つ目、お水で飲んでも美味しいと。まあ、大体がですね、プロテインっていうのは特にまあもう上級者になってくると大体水で飲むんですけどね、初心者の方とかだったらやっぱ牛乳で飲むケースとかが多いと思うんですよ。っていうのはなぜかというと、やっぱ牛乳とかで飲まないとまだ美味しくないと。だけど B レジェンドは水で飲んでも美味しい、これポイントですね。でないとね、なかなかこう大量に飲むっていうのも大変だったりしますし、一番手に入りやすいのがやっぱり水ですからね。そういった意味でも水で美味しいっていうのがポイントじゃないかなと思います。そして5つ目、これは国産であるということですね。まあ、さっきも話しましたが、ホエーパウダーは海外から仕入れてるんですけれども、世界から入ってきたものがまず向こう出る前ね、国を出る前にまず検査一度入ります。安全面、クオリティ全部チェック入ります。そして船でこっち渡ってきて日本の港に着く段階でもまたチェックが入ります。安全面、クオリティ両方ね。でダメだったらもちろん送り返します。
で、衛生面等々エラーが出る、まあないんですけどね、まあ、出ることなかなかないんですけど、少しでもあれば安全基準はクリアしてるんだけれども、いつもよりもクオリティが低いとかって言った場合なんかもう蹴飛ばしてます。でだけど大体もうそういうのってみんな使っちゃうんですよ。でとか、まあ、なんかいろいろねちょっと大人の事情があったりしてやるケースが多いんですけど、うちはもうそのあたりはもうごめんと、もうちょっとやめとくって言ってもう全部断ってます。だからそういった意味でも、まあそれが国産と関係あるのかっていうのはあるんです。まあ、さっきの品質と影響するかもしれないんですけれども、そしてそういったパウダーを入れて日本国内の工場で、こうミックスブレンドしてね作り上げてます。でその工場自体もISO の認証を取ってたりですね、もうこの数々の工場の安全基準を満たしたところです。でこれねもうねこれとこれとこれとこれ取ってますみたいなことを言いたいんだけど、まあ、日本国内でもそんな取ってるところがないから、そんな言い方すると分かっちゃうか、もうなんかねどことかなんかねあんまりちょっと言いたくないですよね、すいません。ただいい工場で作ってます。はい。でね、まあ、だから日本で作ってるから国産で安心ですよということですね。で国産と原材料が海外だけども国で加工してたら国産という表現になるので、ちょっとそこだけね日本の牛のお乳じゃないですからね。はい。だからそこだけちょっと誤解招かないようにしてください。国産ってその言い方がね、まあ、一見なんかその国産っていうとなんか日本の牛でしょみたいに思われがちなんですけど、ちょっとそこ意味がちょっと違いますからね。はい。そして、6つ目、これはトップアスリートが使用しているってことですね。トップアスリートもうオリンピック選手やプロ野球選手やなんだろう J リーガーとかもう世界チャンピオンとか日本チャンピオンとかもうたくさん飲んでます。でね、もちろんスポンサーとしてね契約してるような選手もいるんですけれども、契約してない選手も飲んでくださってる方が非常にたくさんいます。だから僕らね結構ね顧客名簿見てて、あれこれ変わった名前だけどこれって世界チャンピオンなのかなとかって思って見てると、おおとかね、あれこれってなんかオリンピック選手でこんな人いなかったっけとかって言って調べてみると、おおとかね、そういうのよくあります。でね、なんか知らない間にツイッター上げてくれてたりとかインスタ上げてくれたりとかするケースもあって、それで知ったりね、あと芸能人の方もたくさん飲んでくれてます。なんかねライブ行く前に今飲んでよしこれで行くぞとかっていうツイート見たら、そこにビーレジェンドのパッケージ映ってたりですね、あと芸能人の方が、まあ、パーソナルでトレーニングしててね、トレーニングしてるところの後ろにビーレジェンドが映ってたりですね、まあ、これにちょっと名前言っちゃうと、まあ、ツイッターとかで出てるから、まあ、言ってもいいのかもしれないですけど、なんかちょっとご迷惑かけるとダメなんで、まあ、言うのは控えますが、まあそれは誰でも知ってますよ。もう日本中の人が知ってるだろうなっていうような著名な人たちがたくさん飲んでくれてます。トップアスリートや、芸能人とかも含めね。はい。そしてまあ、これですよね。まあ、よく言ってますけど、ここにあります。モンドセレクション。モンドセレクション最高金賞受賞なんですよね。で、これが2018年、今年もね、最高金賞をまたまた取りました。なので、4年連続になるのかな、取ってますし、で、去年も3年連続でまた優秀賞をもらったり、ベリーとかは審査員特別賞でもう3000分の1ぐらいの賞をもらったりですね。モンドセレクションっていうのは品質の品評会なんですよね。品質だからいろんな科学的なチェックをしてですね、安全かどうかとか品質がどうかとかいろんな面からね、パッケージも含めいろんなチェックが入って、これはクオリティが高いですよっていうことで、表彰されるものです。でね、プロテインでモンドセレクション取ったのは世界初です。で実はね、モンドセレクション取ってたところ、まあいいですね、まあ、ちょっとよその会社のことはやめましょう。うちは1番です。それだけ言っておきます。で続いては8番目で、8番目はですね、泡立ちが少ないことですよね。まあ、確かにね、最近ね、さっきの溶けの話もあったんですけど、泡立ちが、いや泡立つよっていう声もいただくんですけど、やっぱりね、牛乳とかでやると泡立ったりするんですし、あとめちゃくちゃ激しくシェイクすると当然泡立ってきたりするんですけど、そんなに振らなくても結構溶けてくれるし、で泡立ちはね、何なんでしょうね。あれも引き続きなんとか改良できないかなと思ってやってるんですけど、だけどまあ大体まあ1センチとか5ミリぐらいですよね、泡立つって言っても。だけどまあね、昔からプロテインいろんなブランド飲まれてる方はよくご存知だと思うんですけど、もうね、シェイカーこの大きさでもうこれぐらい泡みたいなことで結構ザラだったと思うんですよ。だけどまあまあほぼほぼないなということで、泡立ちの少なさも売りだと思います。そして、次は